山口敏太郎の、史跡案内です。海軍七雄士、ちょっと僕海軍七雄士ってのは残念ながら知らなかったんですが、受難の日となってますね。でこれこういう道があります。海軍で何か悲劇的な死を遂げた人がいるのでしょうか。船橋のまあこれぐらい田舎が、実は船橋ってみんな都会だと思ってるんですが、これ小阿賀十字路の近くに来ております。ちょっと行ってみましょうか。偶然犬の散歩中に見つけました。季節はまだ2月なんですが、まだ寒いですね。2月といえども非常に寒いです。だいぶ暖かくなってきてもいいんですが、まあ、こんな感じですか。花を添えてますね。何があったんでしょうか。あ、海軍七雄士受難の地、この太陽戦争の最中、昭和17年11月27日に墜落した。ああ、ここの場所に落ちたということ。あ、若い人たちが随分亡くなったみたいですね。ちょっとじゃあこちらに回り込んでみましょうか。もう名前も分かってらっしゃるみたいですね。松本博さんとか横山彦蔵さん。ああ、なるほど。近隣住民の方々が受難兵士を、追悼しで、まあ、建立したということみたいですね。で戦後の混乱で、まあ、忘れ去られていたという。で昭和38年にここを訪れた葛西氏により発見された。はあ、なるほど。それいいことですね。七雄士でも戦うことして死んでしまった兵隊さん、どんな気持ちだったのかと思うと非常に残念ですね。墜落事故、木更津航空基地から海軍第702航空隊の一式陸上攻撃機が訓練飛行に離陸したと。で天候が悪化し墜落したと。ああ、そんなことがあったんですね。この日が忘れられていたというのも非常に気の毒です。松本博さん、横山彦蔵さん、重村圭さん、富澤昇吉さん、島田茂さん、高橋、なんて言うんでしょうね、俊春さんでしょうかね、飯田照明さんでしょうか。皆さん本当日本は平和になりました。ここで安らかに眠ってください。